最終日の盛り上がりはどうだったのでしょうか。 JR 北海道は今月4日をもって留萌本線の留萌益城間の営業を終了しました。営業最終日となった4日は日曜日ということもあって、たくさんのファンや過去にこの区間を利用していた人たちが集まりました。益城間の最終列車は地元の人がペンライトを振って見送りました。ということで、今週は今月4日に留萌益城間に乗車してきたトラベルライターの横見裕彦さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。横見さん、今回ちなみになんですが、はい、いつ留萌に入られたんですか。まあ10日ぐらい前かな、最後。まあ夏ぐらいにも行ってたんだけど、はい、まあ最後はちょっとね、うん、集中的に、うん、ぎっしりこの、うん、すごいです。いやもうね、しれっと今頭のおかしいことをちょっとごめんなさい、はい、ね、言っちゃうんですけど、10日前に入って、10日間何してたんですか。今ひたすらこうね、乗って乗る、うん、いやひたすらだからもう乗れなくなってしまう。だから乗ると、はい、あと何日か乗れない、あと何本しか乗れないんだと思うと、うん、やっぱもう一回乗ってこようって、うん、10日ですね。しかも、まあ、あのなんて言ったらいいんだろうな、あの1日、まあ、10日前から行動するにしても、うん、なんだろう、列車の運転本数そんな多くないじゃないですか、あそこの、まあ、そうですね、そう考えるとこう乗れる時間も限られるし、うん、動ける時間も朝何時から夜何時までってそんな長くないと思うんですけど、なんか10日間どう、うん、なんだろう、まあ、うん、ね、降りたりとか、まあ、ちょっと歩いてみたりとか、まあ、沿線をこういろいろとね、あまなく、あ、そうか、結構あそこって16キロぐらいですね。割と短いで、駅たくさんありますもんね。そう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 、じゃあ結構駅と駅の間歩いたりとかしながら駅行ったりとか、はい、そんなこともですね、列車眺めたりとか、あ、もうすぐ見れなくなっちゃうんだなみたいな、それを、あと何しかないか、はい、で、まあ、最終日のニュースってこういろいろとこう、ね、あの新聞とかでも取り上げられてたんですけど、うん、テレビとかでも取り上げられてたんですけど、どうですか、10日前からいると盛り上がりってどんな感じにこうなってきました。いや、まあ、10日前だとそんなにいないんですよ、うんうん、まあ、最後にかけて、うん、特にあの最後の直前が運休しましたからね、雪で、うん、運休いつぐらいですか。3日前と3日前かな。ああ、なんかそう、結構北海道で雪降ったみたいな、大雪 で、うん、あれで1日全く動かない。へえ、こんな時に動かって、このままね、終わっちゃうのかなと思ったんだけど、うん、まあ最後土日は動いてくれた。へえ、その雪降った時はどうですか、その雪の量とか横見さん見てて、これ最終日とかもやべえんじゃねみたいな感じ。ちょっとね、僕11月の終わりに行ったんだけど、11月であれだけの雪っていうのは初めて。普通ない、まだ12月の初めて雪ないですからね、うんうん、それがあんな大雪のね、1メートルぐらい積もってるの、びっくりした。へえ、なんだこれは。その大雪の日は横見さんももちろんおとなしく、いや、もう、まあ、じゃあ他ちょっと他行ってた、動かないからちょっと他の方に。10日間ベースはどこだったんですか。留萌とか益城ベースに移動されてたんですか、まあ、それとも旭川とか。まあ留萌か旭川か、あの辺りで、はいはい、ね、でまあ旭川から臨時列車が走ってますから、さっき最初に出たちらっとの3両編成、ね、うんうん、あれなんか結構穴場な、はい、へえ、けどあの列車乗っちゃうとあれじゃないですか、あの間の留萌益城の間にこうちっちゃい駅通過しちゃうじゃないですか。まああれはだから景色を見るための、うん、で他の列車でまあ降りるための列車、はいはい、まあ、いろいろ分けて、へえ、結局あのたくさんある駅は全部降りられたりしたんですか。まあ一応もう一回、まあ、せっかくだから、せっかくというかね、もう降りれなくなっちゃう、もう列車では降りれなくなるという、こう思うとね、うん、いやこれが最後なんじゃないかと、この万感な思いでこうホームに降り立つ、はい、そう、へえ、いや、こんなこと本当にやりたくないです、うん、ね、もっとね、楽しく、うん、ね、フラッと来て降りて、うん、何景色楽しんだりしたい、うん、こんな最後のギリギリのね、もう終わりなんだよって、うん、そんな悲しい、本当にやりたくない、うん、でもね、これをもう最後だから、うん、ね、どうしてもこれは最後別れです。これが最終日、はい、これが最終列車の乗り切れないに大丈夫か、2両しかなかったから、へえ、本当ですね。え、どうですか、見送りの人も相当いらっしゃったんですか。そう、見送りは外からペンライトで、うん、ちょっとこれいろいろ最初のはいろいろ言ってるけど、こういうケースはほとんど、あ、めったにない、珍しい、外からね、なかなか。そうですよね、見送りみたいな感じって、そうなんですかね、やっぱ終着駅がある程度の街だからなんですかね。まあそんなね、結構ね、乗る方もこれ大変ですよね。いや大変でしたよ、
だってこれ今写真とかでわーってこれ撮ってるけど、わーっと撮って今窓枠とかからこう窓全開して構えてる人とかいるけど、あの窓とね釣り革の間もちろん座席があるわけですよねこれ座ってる人とかそういうスペースもあるわけですよね。それ関係ない感じのこれ写真になってますけど、すごいですね。え、もうかなりぎゅうぎゅうですか。もうね、まあ、よく乗れたなと。みんな協力し合ってね、もう奥の奥にもうなんとか積みよう。やっぱ積み残しがね、だから、まあ、けどこれで、まあ、ルモイなり深川なり行くわけですけど、そうなったらもうぎゅうぎゅうでこれきつくないですか。いや、まあそれだけですからね、その瞬間だけですからね、うん、それが毎日そうだったら嫌ですけど、うん、一瞬だけですから、うん、最後だし、うん、これで終わりなんだなっていう、うんね、そういう思いを。横見さん自身はこう結構このルモイ本線以外の配信、ね、結構配信、最後のブルートレイン見送ったりとかされてるみたいですけど、そうなんです、僕はね、30何年か前の白糠戦か当時から、うん、ちょっとね、あの時から始めたもんだから、うん、なんかこんなにいっぱい配信になると思わなかったの、あの頃、うんうん、だからなんかそれを行くたびに、こういうか、うん、もう行かなきゃ行けないみたいな、うん、なんかそういうね、駆られて、結局今まで。うん、30年、もう葬式です。そうですね、32年ぐらい、84年とかですもんね、白糠さん。確かそうか、はい、どうですか、30年以上こういう最後の日というのを見届け続けて、まあ、今回のルモイ本線だったわけですけど、うん、最近の、まあ、昔の国鉄時代の廃止の最終日と、まあ、こういう今のこのルモイ本線の最終日と比べてみて、こう、ああこう変わってきたなとか、そういうのあったりしますか。なんか昔の方がね、もっとこの切実感というかね、なんか今、うん、ちょっとイベントといっちゃおかしいけど、うん、もう地元の人もどうだなみたいな、うん、なんか鉄道ファンばっかりが盛り上がってきてるので、ね、昔はもっとね、沿線からいろんな人が来て、はいはい、だったんだけど、そういった、ね、切実感みたいな悲しさが、そんなにはあれかな、ちょっと踏み出したらだけど、まあね、今後もね、あの、まあ、今後もどんどんでそういう配信の日に乗りに行ってくださいねみたいな感じで言うのはあれでしょ、本人もね、向上さんご自身も乗りたくはないと思うんですけど、やっぱ今後もこういう感じでもし配信になったらやっぱ乗り続けていこうみたいなことは、やっぱね、最後はちょっと見送ってありがとう、うん、今までありがとうみたいな、思いを込めて、はい、ありがとうございます。それでは最後に全国の鉄道ファンにメッセージお願いします。あ、まあ、これからね、こういったいろいろと廃止はね、あると思うけど、まあ、まあ、混まないうちに行っといた方がいいかなみたいな、うん、ちなみにどうですか、乗られてどれくらい前だったら比較的混まないで乗れる感じ。まあ、大体混む直前1週間ぐらい前から急激に混んでくる、うん、あ、じゃあもう2週間前とかぐらいまでに、1ヶ月から2週間ぐらい前までに乗っておけば、そんなには、うん、なるほどですね、うん、分かりました、はいはい、ありがとうございました。今週のゲストは今月4日に留萌本線の留萌増毛間に乗車したトラベルライターの横見裕彦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。